はい、成田空港ターミナル1にいます。あのね、こっからね、今からバンコクに行きます。それで、こちら北ウィングですね。北ウィングの1を過ぎて、ここ入れんのかな、わかんないな。じゃあこっから入っていこう。ターミナル1下 N1、 ここから入っていきます。ここから入っていって、まず最初にすること、ちょっとね、ここにあるはかりで、バッグの重さを測ること、これがねすごい大事。はい、これです。で、測ったら次に、はい、北ウイングの、C ですね。 C で、こっちに来るとね、ZG51 バンコク行きオープン2時で、この C のねカウンターのところでもうやってますね。なんかジップエアあちこちでこっちもやってるし、であっちバックドドロップ、あ、バゲージドロップオンリーかな、あっちね、あっち D の方は。 C の方は一般のなんか普通にここでチェックインする人たちの列のようです。多分これ、そう、バンコク、シンガポール、ほら、ここに書いてある、ここにね、バンコク、シンガポールですね。はい、なんか結構ね、広く増えちゃったので、ジップエアのそのカウンターがでね、このね、この裏側の向こう側になんかね、バンクーバーって書いてあるのね。そうなの、さっきお世話になった、ジップの、スタッフの方です。ご挨拶されました。それでね、あとはね、ここね、出国審査を、保安検査&出国審査をして、出ようかと思います。では、今から、ここで撮影禁止だから撮影できないので、また、一通り終わってから撮影開始します。はい、出国審査こちらは、終わりましたので、次がね、17時バンコクスワンナブーム ZG51 でゲート18に向かいます。でね、とりあえず出国審査出て右側に行くんだけど、このね、ディオール過ぎた突き当たりを、左折しますね。左に曲がります。左に曲がって左に曲がってでね、18だからね、結構先なのですね、これがまた。はい、でこれをこっち曲がります。左曲がります。で、ドトールを過ぎてずっとまっすぐです。あれも18、あれか、はいですね。ちょっと走ります。はい、ドトールを過ぎてコメラク、なんか確かこっち側のゲートの方はセブンイレブンないような気がするな。あとでセブンイレブンで餌買ってこないとなんないので、あ、なんと、はい、ジップエアいました。 ZG51 便バンコク行き、はい、これですね。これに乗ってバンコクに行きます。で、今回は20くらいだから、21だから22くらい差なので、あの主翼の付け根よりも若干前くらいかな、うん、この辺に、座ると思います。では、戻りまして、行きます。はい、12まで来ました。あ、皆さん外人の方々お疲れによって寝てます。
16、18、これを曲がれば、ゲート18ですね。はい、18に、ここって並んでるな、もう関係ないと思うけど、で18はここのところのなんとか上っていうところの左側ですね。ここ18、これが、ジップゲアの伸び予定のゲートでございます。ZG51、バンコクスワンナプーム、17時ね、これで乗って、行く予定です。でとりあえず今からセブンイレブンに行って、なんか食い物買ってこようかと思います。行き方も、今から、動画したいと思います。はい、ではね、このスワンナブームに行く、18番ゲートから行きます。まずこれをね、こっちに向いて、左に向いていきます。そしてここにね、なんかね、掲示板みたいなのがあるのね。掲示板じゃない、地図みたいなやつが、地図みたいなやつがあって、現在地がね、18番ここね、あとここね、ここでビューっと来て、でこれをこうなって、この C の12で、ね、なんかこの辺に SK2 とかあるのかな、 N の10、 SK2 とかシャネルとか、そうそう、この辺がね、あるところを、この N の10ね、をちょっ と、左に曲がると、ここにセブンイレブンがあります。では行きます。なんか行き来た道をなんか歩くのはちょっと面倒くさいけど、まあとりあえず頑張っていきます。なんかピースされてました。まずこのドトール過ぎたところを右に曲がっていくんだな。右にちょっと来た方向か。そう、このね、エルメスとかね、 SK2 とかを目印で、こうビューッと来ると、またさっきの方に戻ってきます。さっき取ったあの出国検査の方に戻ってきます。こっち側に出国検査、だから分かりやすく言うとね、先に弁当とか買ってこうと、まあ、普通は思うから、そういう人は、ここの出国検査の出口から出て、だからこんな感じね、出国検査が終わって、こんな感じで出ます。出て行って、それを左に曲がる感じですね。左に曲がる感じで行くと、そうすると、コンビニ方面、セブンイレブン方面に行けます。ここから約20m 先、25m 先を、左折すればコンビニが見えると思います。そう、 SK2 エルメス、なんだこれ、デュテペロピュー、なんだか分かんない、フランス語読めないし。で、これをね、この先をで、どっかその辺の柱のとこにあるんだよね、セブンイレブンみたいな。確かね、その辺のね、もうすぐそこにあるはず、柱のとこかなんか。あ、セブンイレブンの看板発見。柱にね、柱に発見。ほら、はい、セブンイレブンこれです。セブンイレブンでこれを左折。左折するとね、すぐそこにあるはずだったんだよな。レートの悪い両替屋、はい、ドル162円売りが、買いが145円、どんだけ持ってんだろう。いやー、怖いわ。はいはい、着きました。セブンイレブン多分混んでます。
並んでるところ、もしセブンイレブンの並んでる行列じゃん、これ何これ、なのでセブンイレブンに入る列なの、これすげえな、はい、なんとすごい行列になってます、セブンイレブン。というわけで、並んでみたいと思います。それではバンコク行ってきます。バンコク行きます、セブンイレブンで飯買います。はい、すべてのお客様になったので、今から登場します。はい、登場手続きが終わりました。今からね、ここ通って行くんですけど、まあ普通の席はこっちですね。はい、でこっから席に入る、機内に入る予定ですね。はい、機内に入ります。はい、入りました、機内入りました。はい、おっとっとっと、はい、22の D19、20、21、22、ここだ。はい、席座りました。膝がこんな感じで、とりあえずね、ちょっとこれ、はい、ここね、USB と下がマルチタイプのコンセント、マルチタイプのコンセントがこれの上が USB ついてます。それで、ここにスマホをここに置けて見れます。で、自分が178センチだけど拳1個分前が空いてますね。拳1個分です。で、シートもね、こんな感じで革のシートみたいなのなのですごくいいです。というわけで、今からこれで、バンコクに行ってきます。ではでは、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。本来スーパーカー系とかレース系の YouTuber ですけど、旅行動画も結構真剣にやってます。ではでは。